安に残るのは大宮か清水か。ブルジャが仕掛けてゴールキックです。ホーム最終戦2対0で勝ち、勝ち点3を積み上げました。あとは清水対甲府の結果を待ちます。清水甲府終わりました。0対0のまま終わりました。清水エスパルス勝ち点1を積み上げた。したがって15位清水、16位大宮アルディージャが決まりました。降格は大宮アルディージャです。残念ながら降格という形になってます。でさっき選手にも言いました、我々は痛い目に遭いました。でも痛い目に遭った次は必ず強くなるということで、我々はこれから選手たちはクラブも選手たちも絶対にこの降格今日の日を忘れずに、来季ファーズや J2 で成績残して J1 の舞台にまた戻ってくることを頑張ってみんなでやっていきたいと思います。これまでこのクラブに関わったいろんな人たちが残してくれた J1 という舞台から降格してしまうことに対して本当に申し訳なく思います。J1 に復帰した時には残留争いではなく上位争いできるようなチームに変わって J1 に戻っていきたいと思います。取った6番に
るぞ。イエナガー、こじ開けた。期待もサポーターからの期待も多いと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、まあ優勝狙ってるんで、まあ一戦一戦大事に戦って勝ちたいと思います。今日たくさんのサポーターが詰めかけています。サポーターの皆さんにメッセージ。